全国障害年金パートナーズの動画。社会保険労務士の山崎です。突然ですが、3代目 JSOULBROTHERS のエリーが好きですか？僕は最近ファンになりました。彼女が3代目 JSOULBROTHERS のファンで、その影響で3代目を知ることになりました。ライブの DVD を初めて見た時、うわーめっちゃかっこいいって思ったんです。男だから他の男の人をかっこいいなって思うことはあんまりないんです。でも3代目は違いました。イケメンがいっぱいいる中で、僕の心をわしづかみにしたのがエリーです。サングラス姿がキレッキレのダンス、言葉で表現できず申し訳ないです。本当にキレッキレなんです。僕、他の人からよくもやしみたいと言われます。ちゃんとご飯食べてるなんて心配されるのは日常茶飯事。ちなみにめっちゃ食べます。まるちゃんの冷やし中華3玉食べました。さて、見た目がなよなよな私ですが、濃い顔の人が好きなんです。エリーって濃くないですか？ちなみに彼女はガンちゃんが好きだそうです。可愛い顔ですが、ダンスキレッキレでギャップがすごすぎです。昔から顔の濃い人やこわもての人が好きなんです。高校時代は野球部の人と友達になりたくて仕方なかったですね。工事現場で働く人も好きです。ちなみに映画のクローズゼロも好きです。出演者みんなかっこよすぎです。小栗旬や山田孝之、最高です。人って自分にないものを持っている人を求めたがるんでしょうかね。僕がもしエリーのように顔が濃くなったら、今度はガンちゃんのような顔を求めるのでしょうか。もしガンちゃんの顔になったら普通に嬉しい。ガンちゃんの顔を手に入れたらモテモテですよ。マックで気軽にお茶なんてできません。もしかしてガンちゃんですか？はい、そうです。私がガンちゃんです。握手してください。いいですよ。キャー、嬉しい。妄想は尽きませんね。ちょっぴり楽しい気持ちになってきました。ガンちゃんの顔になりたい。で、エリーどこ行ったんや。さて、欲といえば金銭的な欲求が挙げられます。うつ病で苦しんでいるあなた、障害年金はあなたの力になってくれる強い強い味方です。うつ病なので働きたくても働けない、きっとお金があればいろんなことができたのにと、いろいろなことを諦めてきたかもしれません。またお金のことばかり気になってしまい、あなたの体調の方に気を使うことができず、ゆっくりと休養ができてないこともあるんでしょう。障害年金が受給できたなら、経済的な援助を得ることができ、気持ちに余裕が生まれます。すると今まで諦めていたことにも挑戦することができます。また休養に専念することができます。もしよろしければ一度無料判定を受けてみませんか？お気軽にお問い合わせください。3代目の CD を TSUTAYA で借りて聞きましたが、エリーを感じられませんでした。やっぱり DVD を見なきゃね。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。また、あなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、画面右上のリンク先からお申し込みください。